えー、農家との編集でお送りしています。えー、1分間委託今日も情熱草のチャンネルのニューストラガよから、えー、ロシアカウントダウン、えー、ポーランドのドゥダ大統領が、ウクライナへの派、えー、検討におわす、スウェーデン加盟で、えー、NATO が、投資進出したのに、手も足も出ない、えー、プチ。ということで、スウェーデンが、ハンガリーが、えー、なかなか、このお、承認していませんでした。議会が承認して、あと、お大統領の、このお、サイン待ちですね、えー、スウェーデンが、この、お この、東方の、まあ、小さい国ですけど、まあ、強力な、軍事大国ということで、えー、まあ、飛行機ですね、えー、小型の飛行機、また、えー、清水艦ですね、そういう、この、聖伝が、ナトに加盟したことで、えー、バルト海がナト化したですね、それとまた、フランスのマクロン大統領も、この、ナトの,の、この、この、ウクライナに派遣するのも、検討、 に、えー、から外さないということを言っていますね。えー、この、ロシア関東、ポーランドのドダ大統領が、クイナへの派,派遣検討をニュアス、それで、えー、 えー、加盟で NATO が東方進出したのに手も足も出ないというプーチンですね、えー、このロシア、おごったらダめですよ、NATO も真剣になって、えー、もしかしたら手を出すかも分からない、NATO、えー、軍事と、えー、いうことを匂わせていますね、えー、NATO の派遣もありうるよということで、えー、ロシアを牽制してますね、ロシアは本当に、えー、このウクライナから追いますべきですね、本当に、えー、プーチンのこの武力による現状変更は 許せないですねソ連崩壊時にウクライナが独立しましまたそれにプーチンは嫌がって自分のものだとウクライナの自分のものだと思ってクリミア併合してドンバスの戦いそしてこのもう10年経って今回10年目になりますね全面戦争して2年ですけどウクライナをウクライナから。 このロシアをですね、このロシア軍をウクライナから追い出し、当にウクライナへ行かれですね、まだまだこの西側も敗えするよということで、このポチは本当にウクライナから追い出すべきですね。ウクライナを応援する立場です。そういういろいろな情報戦は、心理戦、そういうフェイクニストはありますけど、注視してみたいと思います。 このおおいろいろとお頑張っていますのでウクライナに栄光でですね、じゃあ、こうなりましたけど、えー、引き続き、えー、このお、えー、この絶対、プーチンのこの武力による現状変更を許さないですね、えー、西側を結束して、えー、アメリカもまだまだ、あえーえー、ちょっとおまだ予算の応援がしてないですけど、日本もきちんとこの、えー、復興支援以外にもた武器、そういう法,法律を改正してでも武器、 このウクライナが勝って、勝利して、ウクライナ、ロシアが負けるんですよね、それが日本のとっても理由になりますので、安全保障になりますので、ウクライナにエコれです、えー。引き続き、常年つくさチャンネルのニュースのトラガーをウォッチングしていきたいと思います。えー、ウクライナにエコアトでしたあーまた次回の1分間におけでお会いいたしましょう。また後のこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンともよろしくお願い,いします。また聖書を学びたいというお友達に募集してますので、よろしくお願い,いします、えー。ウクライナにエコアです。ま後でした。仕上げでスパッションプロジュー、シャロム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 